身に覚えのない場所がたびたび夢に出てくる。そんな経験はないだろうか。今回はそんな経験をした一致が、大胆にもその場所が実在するかどうかにちゃんを使って調べたスレを紹介する。そしてスレが進むにつれて、一致には知られざる驚愕の事実があることが明らかになる。まあ、そこまで深刻な話ではないし、肩透かしかもしれんが、とりあえず聞いてほしいです。スレ体の通り、最近夢の中で変な街がたびたび現れるんです。それぞれ違う場所を見るのですが、なんとなく今まで見た場所は全て一つの街であること現在地が街のどのあたりかは分かっている、そんな夢です。地図書いてきます。すっごいわかりにくくなってしまった申し訳ないです。地図と一緒にこの場所の詳しい特徴を一致は説明していく。スレ民たちも気になることを一致に質問し始める。で、最初に見たのは山道、次が謎の民家、階段その次はガラス彫刻の道、最後にお寺さん、看板かのです。地図は上になるほど山高度が若干上がるで、下になるほど平野おそらく町の中心部があるようです。階段やリフト、ガラス彫刻を除いては、あまりにもリアリティがあったので、もしかすると実在する町なんじゃないか、と思っています。夢の中でも実在する街という考えが最初から頭ん中ありました。なんかぼっち感すごいんですけど誰か見てます？見てますよ。ありがとう見てくれてた。続けます。まずどこから話すか迷うんで、誰か地図から気になるとこ選んでくれませんか？ガラス彫刻の道ってどんなん？ガラスでできたよくわからんオブジェが並んでました。平行した日本道があるんですが、その日本道の間の空白にいっぱい並んでました。中に水が入ってるやつとかもあった気がします。イメージ的には夢日記のオブジェがガラス彫刻でできてる感じでしょうか。ほんと図下手ですいません。上段の道は、地図で言うと北側が山。南側は崖といってもコンクリ舗装された崖です。マイクラ PE あるんでそれで再現した方が早いですかね。そう、書き忘れてたんですが、カノは地名です地名だと書かれてたわけじゃないですが、夢補正で地名だとわかりました。同じように夢補正で、小中高すべて揃った町であること。高速道路が見えること、なんかがわかっています。山道は普通の山道です。舗装なし、リフトは地中にあるトンネルを通ってるようです。イメージとしてはハリーポッターの魔法省の横移動エレベーター。民家はごく普通の一軒家。立ってる場所が断崖絶壁の真下だから絶対異質です。夢の中では近寄りもしませんでした。階段はその断崖絶壁に整備されてて、その先がさっき言ったリフトになってました。役場は3から4階建て。夕刻のサイレンをこっから流してるようでした。曲は夕焼け小焼け、時間は6時から5時あたり。これも夢補正です。建物の色は若干剥がれ落ちてましたがピンクか肌色かみたいな色です。神社は全然覚えてません。ただ参道の傾斜が結構あったはずです。寺は、役場側にあるのは夕なんとか寺って寺で、反対側は名前不明、でも枯山水が有名だそうです。ガラス彫刻やリフト、階段ら辺は現実味がないのに、山道や役場、寺なんかは現実味ありまくりでした。この夢を自慢したいとかそういうことではなく、カノの町が実在するのか知る、ただそれだけが目的でここにスレッド立てました。今まで見た夢で架空の町は何度か出てきましたが、これだけ明らかに異質というか、説明しづらいですが、なんか違和感があるんです。お寺が並んでいる通りはどんな感じですか？地面はタイル多分ツルツルではなかった。タイルの色は確か白と黒だったと思います。山側の方に用水路がありました。名前不明の方の寺から引っ張った水らしいです。これも夢補正の情報ですが、用水路は道にそう感じです。途中右側にトイレがあった気がします。タイル舗装は歩道だけ、車道はアスファルトです。ただ単純にカノと一致する街が存在するのか、それを知りたいだけです。スレ民たちの協力により一致の夢の場所は徐々に特定されていく。質問あれば受け付けますよ。変なのじゃない限りですが、Google マップでも何でも構わないので、カノという街は実在するか調べていただきたく、スレッド立てたのです。カノ、シカノ、カノとか色々パターンはあるのですけども、鳥取県鳥取市シカノ町とか山口県シカノ町とか、調べたら色々出てきたけど、山口県シカノ町は合併して、新たに周南市となったらしい。鳥取と山口ですね、ちょっと見てきます。鳥取見てきました。思い当たるとこはなさそうです。山口の方見てきます。なんか、山口の方だいぶそれっぽいです。ストリートビューで確認してきます。ここが一致の見た夢の場所だというのか、夢に出てきた場所が本当にあるというのか、驚きを禁じ得ない。だがそれはスレ民も、そしてこのスレを立てた一致も同様であった。なんかもう鳥肌立ちました。役場が夢で見たのと大体同じです。夢のはもう少し高くてタワーっぽい印象でしたが、で、その近くに龍雲禅寺、二所山田神社、観葉寺、あと舗装も白黒ちょっと怪しいでしたし、用水路もありました。ほんとここかもしれないです、というかもうここだと思います。
ほんとありがとうございます。ワクワク。今来ただけど、何これ、面白そう。すげえ前世で何かあったのかな。さすがに魔法省はありませんでした。多分この間の金曜ロードショーのせいだと思います。ガラス彫刻も当然なし、石像はありましたが、階段、民家とかもないです。おそらく山側の夢は山道以外大外れです。そもそも夢なのである。完全に同じものが現実にある方がおかしい。だがそれが逆にリアリティを強くする。読んでみたけど、どういうこと？夢の街と現実がごっちゃになってるの？夢で出た街がなんかリアリティあって変だと思ってすれ立てたら、32さんが候補挙げてくれて、今すごい一致した場所が見つかってます。私自身本当嬉しい反面ちょっと怖いです。確かに怖いね。でもすごい。おお、なるほどなるほど。夢の街と現実の街が一緒なのか。半分一緒って感じです。半分外れなので、ただ現実味があると思ったとこは看板以外一致してました。山口県鹿野町にあるお寺、観葉寺って名前らしいよ。多分、一致さんが言ってたお寺はこのこと。それなんだと思います。鳥肌やばいです。怖いな。ほんと見たことも聞いたこともない街なのになぜって感じです。とにかく32さんありがとうございます。行ってみたらどう？遠いのか？遠いです。無理だと思います。これでとりあえずこのスレの役目は終わったんですが、理由というか、その辺ちょっと気になってきました。さっきから脳内、に夜道に立ってる少女の画像が浮かんでくるもんだから、気にしちゃいけない類のものかもしれんです。追求しちゃいます。行ったことのない山口県のこの地がなぜ一致の夢の中に、一致やスレ住民が疑問に震える中、また新しい情報が投下される。一致さんの地図の、寺社が並んでいる道路が、私の知っている町新潟県村上市羽黒町にぼんやり似ているのですが、どうでしょう？ちなみに市の時報のチャイムも夕焼け小焼けです。見てきました。満腹寺ってとこ周辺で合ってますよね。こちらもすごい雰囲気そっくりです。ちょっと確認してきます。はい、その周辺です。道路沿いに大きなお寺が軒並みさん、4軒ぐらい、立っていて、お寺さんの裏手は小さな山があります。53もだいぶ夢と合致してます。絞るの難しいかもしれません。ただ第一候補は32、山口の鹿の地域で変わりません。いえいえ、わかったならよかったです。鹿の地域と羽黒町のどっちかです絶対。多分鹿の地域なんですが、羽黒町も関係あるかもしれませんです。今日寝てみて同系列の夢見たら報告します。怖い夢見ませんように。マジでビビりなので、ちなみにカノの前はパセリ投げる夢だったと思う。パセリじゃなくてほうれん草を投げる夢でした。意外と飛ぶんですよあれ。水つけて濡らすと飛ばなくなりました。畜生。鹿野町のこともう少し調べてみたよ。神社、二所山田神社、多賀神社、氷見神社などなど、まだたくさんの神社とかお寺出てきたよ。氷見神社って夢で見たエリアよりだいぶ山奥ですか？なんか知ってる気がするんですが。山奥だよ。どうでもいい情報だけど、上宮である奥社は今でも女人禁制らしいね。女人禁制、聖地感やばそうです。やっぱ山奥でしたか。氷見神社って名前は聞き覚えありますすごく。聞き覚えはあるんですがいつ聞いたとか全然わかんないんでやっぱ前世ですかね。68の前世とかわからないけど、氷見神社は本当に山奥だよ。そうなのか。そういえば夕焼け小焼けはまだ裏取れてないな。どっか乗ってないもんかな。寝るのでまとめますね。夢に出た町は山口県鹿野か新潟県羽黒町。確率は鹿野羽黒。ガラス彫刻の道は父親と歩いてた。町の前はほうれん草を投げる夢を見た。今日同じ夢見たら明日報告する。鹿野、おみくじ生産量日本一だそうで。ご加護やばそうです。なんか怖くなくなったかも。前世で神社荒らしてたとかだったら死ねますねこれ。いろいろな情報が寄せられて考察が進む。一体一致はなぜ身に覚えのない場所を夢でたびたび見たのだろうか。そしてなぜそれが現実にある場所だと考えたのだろうか。昔、記憶曖昧だけど親と言ったことあるとかじゃなくて？絶対ないです。親戚に山口県民いるわけでもないし。念のため、今日親が目覚めたら聞いてみまし。うん、聞いてみたら、デジャブとかもそういうのも多いし。違ったらヤバいやつかもな。だからヤバいやつとかやめて怖い。ヤバいやつじゃなければ何なんだろう。怖いよ。君が見たのは未来のカノなんだよ。そして意外な形でなぜ知っていたかということが、一致自身の手で明かされる。遅れました。すいません。一致です。この鹿野という町について親に聞いてきました。心の整理がついてないので変な文章かもしれませんが、真相が分かったのでお伝えしたいと思います。結論から言うと、私はこの鹿野に来たことがあるそうです。3歳の時、神社オタクの父親が、おみくじが有名だから利益があるかもという理由で、私を連れて鹿野へやってきたそうです。その約2週間後、父は交通事故で亡くなったそうです。私はそのことを今日まで知りませんでした。
母は悩んだ末、私に父さんは今旅行に行ってると嘘をつき、何食わぬ顔で二人目の父親と再婚したそうです。この事実は今日まで本当に知らなかったことですし、ずっと父親は同じだと思っていました。夫を失って心が落ち着いていなかった母は、鹿野が呪われてる、だとか思ったそうで、米印そんなことは絶対ありません。鹿野への旅行のことを一切隠し、幼かった私も旅行のことなどさっぱり忘れてしまいました。でもやっぱり本当は覚えてたんでしょうね。今の父親には若干抵抗感を感じるんです。忘れてしまっていた鹿野への旅行が、今回夢として現れた、ということです。母親もいつ話すか悩んでいたようで、すっきりした表情してました。葬儀は、私を呼ばずに行ったそうです。なんと、記憶には残っていなくても脳は覚えているというのか。そしてそれが夢に形を変えて出てきたというのか。なぜこのタイミングでこの夢を見たのか、全くわかりませんが、また何かオカルトじみたことが起きれば、Z の名でスレッド立ててみようと思います。ビビリなのでそうならないことを望みますが、ガラス彫刻は最後まで謎でしたが、さて、ここまで見てくださった方、本当にありがとうございます。この話を信じても信じなくても構いません。ちなみに昨日は寝落ちしました。都合よく街の夢見ましたよ。展望台から街を見下ろす感じの、おそらく鹿の、天神山公園だと思います。あと、リフトに繋がる階段も天神山公園の階段とそっくりなので、そういうことなんだと思います。ありがとうございました。追伸、母親がせっかくなら鹿野にまた行ってみないかと聞いてきました。高速道路の鹿野インターで降りれるようなので、8月に急遽行くことにしました。その時はまたスレッド立てた方がいいでしょうか？気になるからスレ立ててよ。わかりました。8月下旬頃になると思いますが、スレ帯どうすればいいでしょうか？夢にある街鹿野突変とかですか？ではでは、このスレはこれで本当に役目終了ですかね。失礼しました。本当のお父さんがあなたに何か伝えたいことがあるのかもね。もうすぐお盆や、神さんやほんまのお父さんに感謝を捧げて、いい人生を送れるように親にも感謝をせよ。久々の夜スレ、夢でお父さんと歩いてたのもそういうことだったんだね。おお、夢が昔の行った風景の映像っていうのがすごいですね。いいスレに立ち会えてなんか感動。不思議で、そして感動的なスレであった。最後までご視聴いただきありがとうございます。このスレの次スレですが、私の力不足で見つけることができなかったです。その点だけ本当に悔いが残ります。もしよろしければここまでの感想だけでもコメントで書いていただければ嬉しいです。もしよろしければ、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。